Good morning. morning. Are you awake? You are listening to seventy-six point one FM. COSA. 時刻は8時を回りました。FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。11月18日、マイオアシス。これから2時間生放送をお送りします。沖縄市中央パークアベニュー入口、国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから、上条美希がお送りします。皆さんおはようございます。11月18日、金曜日、 なんかね、やっとね、そろそろというか、やっとというか、年末感が出てきた。うん。先週まではさ、もう、まだ3月ぐらいの気分だったけど、なんかね、あのー、年末っていう気分がしてきたよ。<laughs> なんでだろう、ちょっと寒くなってきたからかな。って言っても、そんなに寒くはないけれど。まあ、わかんないけど、 一週間ぶり。皆さん、お元気でしたか今日もよろしくお願いします。ということで、隣は半袖でした。めぐみさん、おはようございます。おはようございます。今日も元気いっぱいですね、うん。うん、ミキさんほどではないけどね。あ、ほんと <laughs> ほんと。はい。何ね,ね何が何ね手あげなかった今。うん。はいって。はい。はいって言わんかったいや、特に意味はない。<ー>えー、そういえばさ。はい。 あのベルムカモットのプロレスラーが来てました、ね、プロレスラーではないですよなんであれパン屋さんですよあれパン屋さんなのパン屋さん <laughs> <laughs> ただマスクをかぶっているっていうだけ <laughs> 本当プロレスが好きみたいねこの永久ドラゴンプロレスが好きであそっちやっぱりそっちグルクンマスクさんのね <laughs>、うん、あれが好きって言ってね そうだだったんだこの FM 小座のフェイスブックにですね皆さん <laughs> ベルガモットさんがパンを持って遊びに来てくれましたよみたいなお知らせが載ってたわけですよ、はい、そうなんですよねそしたら覆面レスラーと一緒にパンが載ってまして何 <laughs> <laughs> だろうこれはあの琉球ドラゴンプロレスの人がね <laughs> パンを持ってきたのかなってミキ思ったんだけどねこう見えて、うん、ああ見えて実はみたいなねえ面白いねパンをお届けに来てたんですか まあ、ゲストに出るっていうことでねそうなんだそうそう味食ラジオに出るっていうことで、うん、このちょっと差し入れじゃないですけどそうん、というものを持ってきてもらったっていう話です、うん、ありがたいですね,ですねありがたいですねあれベルガモットのお店でもあんな格好で販売してるの <laughs> 何屋さんですかってんますちゃんとお店では まさかあんな格好でやりませ、ね、んだただ、ねまあ。ラジオに出るということでちょっと恥ずかしかったんでしょうね。うんうん、それでマスクかぶったって言ってましたけど、まあ、ラジオだから大丈夫だよって話。まあ、まあ、ツイキャスでも落ちるからね、うん、あのベルガモットさんは結構ユーストリームとかでも FM 講座見てるというか、うん、聞いてくれているということなので、うん、それで、まあ、見,てる見えるっていうのは分かったんでしょうねあ,ありがたいですね。 ええー、めぐみさんもパンもらいましたか。まあ、みんなね、今向こうざ、ん、としてでももらってうん。あ、そうなんだ。はい、美味しくいただいたということで。いはい、もう本当にね。おめでとうございます、まあ。ありがとうございます。ということで、今日のめぐパンのコーナーありますよ。今日のめぐパンは何かな。この流れだと、きっとベルガモットのパンだと思うんだけれども、とりあえずヒント聞いてみましょうかね。めぐみさん。<laughs> このやりとりにヒントがあるのって、大塚さんから。 来ていますけれども、合間<う>のやり取り、全く今ヒントではないです。<い>今日の、今日のメグパン、どんなですか。あ、もう、じゃ、ちょっと、答え言ってるようなもんですけれども。うん、まネー、ね、あの、ベルガモットの。うん、新商品と言っときましょうか。あ、そうなんだ。ね。さすがですね。もちろんですよ。私、何も前情報なくて、ベルガモットさんの話をしたわけ。メぐミさんの顔を見たらさ。 ベルガモットに見えたあの生地がパッて浮かんできたわけあのあそうねうんベルガモットイコールにな,なってるそうそうでもコザベーカリーも先週食べたって言ったからあこの前ねどっちかなって思いながらやったんだけれども、うん、そうですか、うん そうねせっかく来てくれてるからね、はい、そこはもう押していきたいと思いますよ <laughs> 怖いね何かが <laughs> 何かが大人の事情がじゃあ今日のメグパンのヒントは、うん、ベルガモットの新商品ということでそうなんですよ皆さん朝からじゃあベルガモットに走ってから見に行ってみてくださいちなみに10時半からです、うん、ああまだかじゃあ作ってる姿を見に行って「<laughs> すいません新商品なんですか?」って言ってから聞いてみてそうですね10時半まで店の前で待っとくと。 怖いわそういう感じでよろしくお願いしますはいそして今日のメッセージテーマを発表です今日のメッセージテーマ僕らのゆかのリーダーがあの,あのミッキーマウスさんの誕生日ということで今日がなんと沖縄手帳にも載ってるぐらいの誕生日なんですよだから今日のメッセージテーマは「タランディズニーです」ディズニー あの東京ディズニーランドの誕生日はね4月15日なんですよ私と同じなんですよ4月15日東京ディズニーランドはねで何枚もミッキーさんねそう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 これをね私56年前に発見して私はきっとそれから名前が 来たのかって思うぐらいに感動した出来事だったんですけれどもミッキーマウスの誕生日は今日なんですね11月18日ということで皆さん今日のメッセージテーマはディズニーでお待ちしていますディズニー好きな人多いでしょうね私このディズニーのプリンセス映画大好きなんですよそれの話なんかもしたいなって思っています 皆さんのディズニーエピソードどんどんお寄せください。えー、メールアドレスは76、761-at-mark-fm-coza.jp、761-at-mark-fm-coza.jp でお待ちしています。メッセージやリクエストは、FM コ za のホームページから直接送ることができます。番組表の番組名をクリックすると、メールフォームが開きます。そちらからもお気軽に参加してください。そして、FM コ za では、ユーストリームとツイキャスで、映像と音声 女性をネット配信しています早速今日もたくさん皆さんありがとうございます <laughs> お店でも覆面でパンを売っているんですかって早速来てますねそしてベルがもっとめぐみって言われてますね <laughs> 皆さん今日もよろしくお願いしますそれでは8時から10時までこの後2時間生放送元気に楽しくお届けします皆さん最後までお付き合いください それでは本日のオープニングナンバーをお届けします。今、話題ですね。恥っこい。<laughs> 星野源で恋、恋い 時刻は8時17分を回りました。 沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります FM 小山のスタジオからマイオアシスお届けしています。金曜日、今日は上条美希がお送りします。この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。まずはお天気から。11月18日、金曜日、今日の沖縄地方のお天気は、沖縄本島地方と大東島地方では、 高気圧に覆われておおむね晴れています本日の本島中南部の天気は晴れこの後の降水確率は10%本日の日中の最高気温は29度風が東の風後に南東の風波の高さは1.5メートルうねりを伴うでしょう続いて週末のお天気ですまずは明日 11月19日土曜日、沖縄本島地方、曇り時々晴れの予報です。降水確率は10%。那覇の予想最高気温は29度。予想最低気温は24度となっています。続いてあさって、日曜日のお天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は20%。那覇の予想最高気温は28度。 予想最低気温は23度となる見込みです。向こう1週間は期間の初めは高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。期間の中頃からは気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の天気となる見込みですということです。なんか30度切って切ってはあるけどまだまだちょっといい天気続きそうですね。 うん、10%、20%だし。お、いい週末になりそうだぞ。以上、お天気情報でした。続いて、道路交通情報をお伝えします。まずは、沖縄自動車道から、沖縄自動車道、えーとですね、沖縄南の、沖縄南、沖縄北間のですね、下りで、故障者が出ているようです。また、えー、北中ぐすくから、汽車場スマートに行く、 上りでですね故障者が出ているようですこれは故障者かな、うん、故障者出ているようですねちょっと皆さん気をつけて通行してください続いて一般道です一般道はえー、っと沖縄市方面は戸口交差点が少し渋滞が見られます那覇方面だと坂田交差点から阿波茶にかけて渋滞前原大蛇名でも渋滞です うん。皆さん今日も一日安全運転でお過ごしください。FM 小座から見えるお天気ですが、いいお天気です。なんか今日は空気もいい気がしないでもない。ね、綺麗な青い空です。国道330もいつも通りスムーズに流れています。それではちょっと全国のね、各地でツイキャスから見ている皆さんから、 各地のお天気が届いていますので、そちらもご紹介したいと思います。まずはこちら、ありがとうございます。ちゃんおかさんです。ミーキー名具、皆さんおはようございます。今朝の名古屋は、雲はありますが、隙間から日差しが見える、少しひんやりした朝です。ってさて、名具パンですが、先週差し入れた残りパンですということで、先週ね、ちょっと遊びに来ていたちゃんおかさん、パンを差し入れしてくれたんですよね。 差し入れプラス強制的に今日のメグパンはこれにしろっていうねそうそうそうやら,やらなかった <laughs> きっとねもうすっかり食べたと思いますよないと思います <laughs> そして次あららがまさいがさんありがとうございます那覇市坪屋は快晴ですって少し肌寒いって感じですねということでいいですね今日沖縄いい天気ですよねそしてニュージェイさん 今朝の横浜は快晴。予想最高気温は17度だよということで。もうちょっと関東は冷えてるんですね。うん。そして、ルドルフさん。もう年末ですかということで。大阪は今は9度。うわ、寒いね。最高気温19度の予報ですよ。予想ですよ。かなり寒いですよ。ということで。そっか、風気をつけてくださいね。そして、 塚ーさんからもおはようございますって来てますね <laughs> えーと、えー、と他に予想来てそして大塚健氏さんおはようございます埼玉県新座市からツイキャスで見てますこちらは晴れ降水確率10%予想最高気温15度最低気温5度の予報です室温は23度石油ファンヒーター使ってますって ヒーター登場しましたか寒いですね函館マイナス1度これマイナスだよね函館1度って言ってんのかなレナさん皆さんやっぱり冬なんですよね全国的には私今日辛うじて七分みたいな洋服着てますけれども肌寒いって先ほど言いましたけどもぶっちゃけ全然寒くないです今 <laughs> 皆さん今日も一日元気で過ごしていきましょうそれでは続いてこのコーナーみんなで元気に「うちのあぐちラジオ体操」の時間です。 <music> 時刻は8時26分を回りましたこの時間は琉球新報 沖縄タイムスの長官から記事をお伝えします。まずは琉球新報総合面から飛行差し止めということで。米軍普天間飛行場の周辺住民3417人が騒音の発生源である米軍機の実質的な飛行差し止めや過去 将来分の損害賠償などを求めた第2次普天間爆音訴訟の判決が17日那覇地裁沖縄支部で言い渡されました藤倉裁判長は国は普天間飛行場における米軍運航機の運航などを規制し制限することのできる立場にはないとして従来の基地爆音訴訟と同様の 第三者行為論を採用し、飛行差し止めの請求を危機しました。日米両政府の普天間基地提供合意の意見無効確認などについては、裁判で審理する対象ではないなどとして却下しました。一方、原告の被害が受任限度を超えていると認定し、過去分の損害賠償約 二十四億六千万円の支払いを命じました。原告は控訴する方針を示していますということで。うん、続いて。これは琉球新報社会面から。沖縄市の話題をお伝えします。メダリストの技竹下さんが伝授。ポカリスエットエールとともに部活応援キャラバン二千十六が。 17日、沖縄市の小座高校で開かれました。バレーボールの元日本代表首相でメダリストの竹下義恵さんが講師で登場。学生時代の苦しみや挫折から学んだこと、経験を講演する一方、同校女子バレーボール部員を直接指導し技の数々を伝えました。講演で竹下さんは自らが進む道を考え、 選ぶ大切さについて言及しましまた失敗しても軌道修正はできる考えることから逃げないでと呼びかけ選んだ道が苦しい分成長できると語りかけましたということですごいねこれなんで小高校だったのすごいね竹下よしえさんってあのもう最近まですごく活躍してた あの元日本代表の選手さんですよねへ、はあ、高校の時選んだ道が苦しい分成長できるってよ失敗しても軌道修正はできるってすごいね高校生たちこんないろんな話聞いてきっと嬉しかっただろうな続いて沖縄タイムス社会面からですもうこんな季節ですね 流行語大賞の候補が出ているそうです現代用語の基礎知識戦2016ユーキャン信号流行語大賞の候補30語が17日に発表されましたポケモンゴーやゲス不倫トランプ現象などが入っているそうです <laughs> 選考委員会は各分野でバランスよく言葉が生まれ豊作ともいえる年と分析します対象発表は来月 12月1日だそうですポケモン GO もうトランプ現象なんか本当最近のあれだよね話題の話ですねええ「君の名は」も入ってますし「シン・ゴジラ」「スマップ解散」「カミッテル」「おそ松さん」なども入ってますねなんだろうねこれは知ってる人からにとってはすごく「あー」っていう言葉なのミキ今のところね ポケモン GO ぐらい。<laughs> ピンと来たのポケモン GO ぐらい。へゲス不倫。面白いね。<laughs> 以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしました。この後は CM を挟んで今日は何の日のコーナーをお届けします。皆さんメッセージもお待ちしております。今日のテーマはディズニーです。 メールアドレスは 761-fmcosa.jp チャンネルはそのままで 時刻は八時三十四分を回りました。続いては、このコーナーです。それでは、今日は何の日のコーナーです。まずは、沖縄手帳から、ご紹介します。十一月十八日金曜日、今日は仏滅、木え立達です。 居旧,旧歴の10月19日です。今日の満潮は10時ちょうど、うん、21時27分。今日の寒潮は3時25分、15時39分となっています。今日の出来事としまして、沖縄手帳から。ミッキーマウスの誕生日、そして1990年第4代県知事に大田正秀選出と書かれてますね。 そして面白い1997年那覇,那覇家祭那覇家祭,那覇家祭が人名に竜の使用を認めるって書かれてるんですよ琉球の竜っていう字それまでは使用が認められてなかったっていうことなのこれそんなはずはないよねあるのかな面白いね竜の字を認めるって使用を認める と言って、その他の記念日としまして、今日は土木の日、著作権の日、頭髪の日、あ、毎月だそうですね。暮らしと土木の習慣が始まる日。そして、1923年、大日本ホッケー協会創立。そして、1950年、京都駅が消失した日。1952年、東京駅前に新丸ビルが改正、完成。 そして、えー、っと、1979年、初の公式女子フルマラソンである、第1回東京国際女子マラソンが開催した日。今日の誕生日の方、作曲家のウェーバーさん、画家のダゲールさん、指揮者のオーマンディさん。<laughs> あそして、1928年、ミッキーマウスミニーマウスの誕生日って。 ミッキーさんとミニーさんは誕生日が一緒なんだそして意外とおばあさんとおじいさんだな1928年というと、ね、608050何歳何歳かな数えとこそして歌手の森進一さん森進一さんよりも年上だよミッキーとミニー、ね、森進一さん1947年ですからね,ね <laughs> 今日の誕生歌は「やまゆり」花言葉は「草原」 です以上今日は何の日のコーナーでした。 はい今日はディズニーでメッセージテーマお待ちしているんですけれども私ね初めてね東京のディズニーランドに行ったのが小学校2年生の時なんですよ。あの2校上にねお姉ちゃんがいるんですけどあのおばあとね3人でなぜか3人でディズニーランド行ったんだよね。それが初めてのディズニーランドだったんですけれどもその時ね もうほんとショッキングピンクのねあのスパッツ着てお姉ちゃんとお揃いの。<laughs> <laughs> 大ジ夫けケもう東京に行くぞ」って言ってしかもディズニーだぞって言ってねお母さんがねあのお姉ちゃんとお揃いのポーチを作ってくれて赤いポーチを、うん。なぜか手作りがよくその時ねよく作ってくれてたんだよね。それでななんかピピンンババッッををね自分が好きなピンバッチを みんなで買いに行ってそのカバンにつけてからねいざ出陣って言っておばあという3人でディズニー行ったんですけれどもあの千葉にね浦安の方におばさんが住んでておばさん一家がだからみんなでね案内して行ってくれたんだけれどもとっても楽しかったんだよねあの何て言うのジェットコースターとか乗り物系が苦手だらないんだけど その時でもしかしかかたたら恐怖症になったかもしれないっって今思った <laughs> いろんな写真がねその時の残ってるんですよだけど一昨年だな去年か去年だなこの時の一緒に行ったねおばあが亡くなってからねうーんうーん,なんかとってもいい思い出としてディズニー残ってるんですけれど皆さんなんかディズニーの思い出って夢の国って言われてるからね まあ、ディズニーランドだけじゃなくても映画でもいっぱい大好きっていう方いますしミッキーマウスミニーマウスだけじゃなくてもプリンセスとかも大好きですっていう人いっぱいいますからね高校の時からね私ねあの同級生の女の子56人でねプリンセスズっていうチームを組んでるんですよ私はベルですルシンデレラベル,ベルあの眠り姫 でこのアリエルとか色のねそれぞれぞ担当があるんですいろいろみんな担当がいましてねだけどもあの私のこのあの子はシンデレラだなシンデレラ担当の子が家族のお家に遊びに行った時に「どういう友達とかどんな人遊んでるの?」って聞かれた時にさ彼氏に「お前絶対プリンセスズっていうのがあるって言うなよ」って言われたって言ってた。 恥ずかしいからこんなの言うなよって言われたって言ってたねまあそういういろいろねディズニーなんか思い出があるんですけれどもあアララガマサイガーさんが昨日ディズニー映画のアーロと少年を D D でか DVD で借りて娘と一緒に見ましたって言ってますねお面白いねベルガモットさんももうクリスマスですかってルドルフさんが言ってるねそして NUJ さんがこんなディズニーランドは嫌だ顔が上条のミッキーマウスって言って なんだよ。私だって嫌だよ。<laughs> なんだよ、これ、本当に。<laughs> ディズニーね。皆さん。あ、そして大塚健治さん。ディズニー、30年くらい前が多分オープンだと思いますって。オープニングセレモニースタッフでバイトしてたのを思い出しました。確か、浦安市民を無料招待したと思いますって。へえ、貴重な体験をしましたね。 オープニングセレモリースタッフ。へえ。いいなぁ。その時はきっと今よりもピッカピカで、本当に素敵な夢の国だったはずよね。いいなぁ。そしてメッセージも届いてます。えー、こちら、ガンダムファイター、アルコカルスキーです。ありがとうございます。おはようございます。お金はないけど暇はあるでおなじみの僕ですということで。 そうなんですがお金はないことは知りませんでしたけど暇そうだなとは思っていましたありがとうございます <laughs> スーパームーンを見て月が大きくて綺麗だねと言うと一緒にいた男性に月明かりに照らされた君はもっと綺麗だねと言われたお二人コマンタレブーということで何ねこの想像全く何もこんなこと言われてないですけれどスーパームーン本当に綺麗でしたね。 なんか大きく見えたりそんなに普通だけどまあ輝いてるいつもよりはっていう時間帯がありましたけれども2日目の方が綺麗だったあ本当？そうだったんだなんかさ十五夜とかもそうよね満月もね次の十六日が綺麗って言う時もあるよねでもなんかね。 スーパームーンいろんなところで話題になったしラジオでもテレビでも SNS でも話題になってましたけれど何かいいですねうんみんなで星を見て68年ぶりだったのかなあれがねうん次見れるのは18年って言ってました18年後って言ってましたけどなんか夢があってね私いいなって思いましたで月が綺麗だねっていうのはあれですよね宮沢賢治さんた誰だった何かが言った話よね誰だったかな穴詰漱石か 月が綺麗ですねって、I love you を日本語に訳するときに、漱石さんが月が綺麗ですねって、わかるかっていうね。伝わるかっていう、でもなんかこの奥ゆかしくてっていう、そういう言葉に訳したって言葉がありましたね。<laughs> ありがとうございました。アル・ゴカルスキーさんは月見たんですかね風邪ひいたって言ってましたけど。それでは、 アルゴさんからリクエストが届いているので、こちらをお届けしたいと思います。OK。それでは、お聴きください。ラプンツェルの曲です。輝く未来。 それでは続けてお届けしますピーターパン違う,違うピノキオ,ノキオ星に願いを 最高でしたね。やばい。今タイムスリップしてたよ、脳みそが。もうこれ30回ぐらい聴きたい、あと。うん、あの、星に願いを、ルドルフさんからの、あの、リクエストでした。ディズニーで一番好きな曲ということで、ありがとうございます。そして、大塚健二さんからコメント届いてます。ディズニーの思い出ということで。長女が小学校2年生、次女が年長さん、 その時私の誕生日に帰宅と同時に星に願いを引いてくれたのを思い出したってうわーそうねかっこ翌日学校を休ませてディズニーランド行ったっけた <laughs> 懐かしい今は遊んでもくれませんけどということでへえいい思い出だね翌日学校を休ませてディズニーランドあ最高じゃないですか <laughs> やっぱね ピアノで弾いてくれたのかなきっとピアノかな星に願いを、えー。素敵な思い出ですね。<laughs> ということで、こちらで、こちらの時間帯で、<laughs> FM 小勢よりお知らせです。 今年もやります大忘年会。日頃お世話になっている皆様への感謝を込めて、パーソナリティ様、スポンサー様、そしてリスナーの皆様を交えて、食べて騒いで楽しくおしゃべりの素敵なお時間をお届け、大忘年会のお知らせです。開催日は12月9日金曜日、イオンモール沖縄ライカム別館オリオンビアホールで行います。参加費はお一人様2500円。 時間は午後7時から10時まで3時間となっています3時間飲み放題おつまみ付きですよ皆さんさらなる交流を楽しみにしています皆さんど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 んなんていうの応募してくださいね <laughs> 今ね早速ねあの参加希望だったりねもう参加費を支払いに支払いを済ませている方も多いらしくてね去年はなんと100人ぐらいの参加者がいましたから 150人恐ろしい数ですよ本当にこんなに集まるって思わんくてみんなびっくりしてたよね。ねえ。 それから一年、早いですね。参加き、参加ご希望の方は、お席の準備などがありますので、事前のお申し込みをお願いいたします。申し込み方法は、FM 小座にご来局いただくか、電話、メールでのお申し込みとなります。電話番号は09、098-934-8653、0 9 8 9 3 4四のハローコ座までお待ちしています。メールアドレスは、7 6 1ーク f m コザ .jp となります。 お申し込みの際には代表者様のご連絡先、参加される方全員のお名前、参加人数をお伝えください。申し込み締め切りがあります。締め切りは11月30日水曜日となっています。たくさんの皆様からのご参加、心よりお待ちしております。以上、FM 小座より大忘年会のお知らせでした。早いな、一年。そしてもう一つ、いよいよ来週に迫りました。第3回、 クリスマスファミリーコンサート、そしてアイレディースクリニック同窓会、この指止まれのお知らせです。今年も、去年大好評だったんですけれども、今年もやってきました。バージョンアップして、今年も開催されます。場所は沖縄市民会館大ホールです。 日時は11月23日水曜日祝日の日となっています。会場13時、午後1時ですね。開演は13時30分から17時頃ろとなっています。全席自由。席には限りがございます。皆さんお早めにお越しくださいということで、これね、出演者がすごいんですよ。 小じ美み子さん、まなびさん、そしてスタブナインさん、寺島さおりさん、マジさん、ショートさん、そしてなんと、ウルトラマンゼロさんがいらっしゃいます。<laughs> こちらね、あの、一般の方は1000円で、そしてアイレディスクリニックでご出産された方は一家族1000円でとなっているんですけれども、このクリスマスファミリーコンサートのチケットリスナープレゼントがあります。 すごいよ当日はですね「子どもの国から動物たちもやってきます」っていうメモを今私見ているんですけれども何のことか分からんけどとっても楽しそうでしょ <laughs> 本当にね会場の外であの毎年やっている納涼祭みたいにね屋台とか。 お祭りみたいに催し物が出るらしいんですよ。その時に子供の国の動物たちもやってくるということで、皆さんぜひいらしてくださいね。リスナープレゼントなんと、ケイ、5組様です !5 組様来週23日です。皆さんからの応募お待ちしています。応募の仕方は、メールの件名に、アイレディース、リスナープレゼント希望と書いて、本文にお名前、 ご連絡先をご明記の上 761‐FMKAZA.jp、ok、までご応募ください。ぜひぜひお越しください。そして当日のチケットも販売していますからあの沖縄市民会館でですね。うん、皆さんからの ご参加お待ちしています以上第3回クリスマスファミリーコンサートアイレディスクリニック同窓会この指とまれのお知らせでしたそれでは時刻は8時57分58分になろうとしているところです8時台そろそろエンディングですねディズニーでこ今日のねメッセージで今ディズニーでお待ちしているんですけれどもやっぱりいいですね曲を聴いてるだけで元気が出てしまいますな 皆さん9時台もメッセージいっぱいお待ちしていますこの後9時台はハイサイ沖縄シティそしてアイレディスクリニック赤ちゃんのコーナーがありますそしてなんと今日はゲストさんもねえ久しぶりのゲストさんもお見えしていますアシビナで行われるお笑い劇場からゲストさんが お越しいただいてますよ。そちらもお楽しみに !9 時台も楽しくお届けしますチャンネルは、そのままで 時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。はじめに、中野町地区土地区画整理事業、審議会委員選挙についてお伝えします。 中野町地区土地区画整理審議会委員選挙の選挙人名簿、従覧及び異議申し立ての受付を行います。選挙人名簿は中野町地区土地区画整理事業企画内の宅地所有者及び借地権を有する方で、審議会選挙において選挙権、非選権挙権を有する方を記載したものです。 記載漏れや誤りがあった場合は、異議申し立てを行うことができます。詳しくはお問い合わせください。期間は11月15日火曜日から28日月曜日まで、土日祝日を含みます。時間は午前9時から午後5時まで、場所は区画整理課窓口です。問い合わせは区画整理課まで、 続いて、マイナンバーカードの休日交付についてお伝えします。平日に市役所へ来られない方は、休日交付をご利用ください。休日開帳日は、11月26日土曜日、27日日曜日、12月10日土曜日、12月11日日曜日となっています。 窓口受付時間は午前9時から11時30分。受付場所は市役所1階市民課窓口です。受付業務はマイナンバーカード及びマイナンバー通知カードの受け取りに関する業務となっています。その他の業務は受付できません。ご了承ください。必ず事前に電話予約の上お越しください。 お問い合わせは市民課まで続いて全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達訓練についてお伝えします全国瞬時警報システムを用いて全国一斉に緊急情報伝達試験放送が行われます日時は11月29日火曜日 午前十一時ごろからです。場所は、市内全域です。市内に設置の防災行政無線を用いて行います。お問い合わせは、防災課まで。続いて、障害への理解を深めよう、障害福祉課イベント情報のお知らせです。 第22回沖縄市ハートフル展が行われます。各参加団体の活動紹介と作品展示のほか、心の病、自殺予防対策などの情報紹介、ものづくりなどの体験コーナーもあります。日時は11月29日火曜日、11月30日水曜日です。時間は午前10時から午後4時まで。 場所は市役所1階市民ホールですお問い合わせは障害福祉課まで続いて2016年沖縄市中心市街地活性化協議会シンポジウムのお知らせですまちづくりに本当に必要なことは何かをテーマに沖縄市の中心市街地活性化のためのシンポジウムを開催します お問い合わせは沖縄市中心市街地活性化協議会事務局まで続いて未来への創造躍進する文化第39回沖縄市文化祭のお知らせです沖縄市文化協会の会員による作品展示と技の発表会を行います日時は、 11月26日土曜日、11月27日日曜日です。時間は午前10時から午後6時まで、27日は午後5時までとなっています。場所は沖縄市体育館です。入場料は無料です。お問い合わせは沖縄市文化協会、電話番号932-6883、 九三二の六八八三番までお問い合わせください。続いて。平成二十八年度沖縄市営住宅入居募集についてお知らせします。受付及びしおり配布期間は十一月十八日金曜日から十二月二日金曜日までです。 配布場所は、市営住宅課、住宅担当、または市役所1階、総合案内で配布しています。申し込み、お問い合わせは、市営住宅課、住宅担当まで、電話929-3117、929-3117番までお問い合わせください。続いて、 認知症の人と家族の会講座、認知症の人を介護する家族の気持ち体験談のお知らせです。認知症の母を介護し、見取りを終えたご家族が、介護中の気持ちや想定外の出来事などを語ります。語り手は、認知症の人と家族の会世話人の岸本豊子氏です。 日時は11月25日金曜日午後1時から3時まで。場所は沖縄市社会福祉センター2階です。定員は20人。定員に達し次第締め切ります。受講料は無料です。申し込み、問い合わせは高齢福祉課まで。続いて、 プロに学ぶ片付け術講座のお知らせです子どもが自分のものは自分で片付けができるように親子一緒に学びます講師は根原利江氏日時は12月3日土曜日午後2時から4時までです対象は市内在住在勤在学の親子の皆さんです 定員は10組。申し込み、お問い合わせは、沖縄市男女共同参画センター、電話89、894-6175、894-6175番までお問い合わせください。続いて、認知行動療法を用いた人との付き合い方を学ぶ講座のお知らせです。 不安や落ち込みとうまく付き合う方法についての講座が行われます。講師は琉球大学教育学部准教授の伊藤大輔氏です。日時は12月3日土曜日午後2時から4時まで。場所は沖縄市福祉文化プラザ交流ホールです。対象は休職中、就業中、子育て中の方。 定員は三十人程度となっています。受講料は無料です。申し込みお問い合わせは町の就活スポットジョブカフェ電話番号九三八の六五一一九三八の六五一一番までお問い合わせください。以上、ハイサイ沖縄シティこのコーナーは。 沖縄市の提供でお送りしました。 時刻は9時を回りました。この時間は沖縄地方の天気、道路交通情報をお伝えします。まずはお天気から。11月18日金曜日、今日の沖縄地方のお天気は、沖縄本島地方と大東島地方では高気圧に覆われておおむね晴れています。本日の本島中南部の天気は晴れ。 この後の降水確率は10%、本日の日中の最高気温は29度、風が東の風、後に南東の風、波の高さは1.5メートル、うねりを伴うでしょう。続いて週末のお天気です。まずは明日、11月19日土曜日のお天気は曇り、時々晴れの予報です。 降水確率は10%。那覇の予報最高気温は29度。予想最低気温は24度となっています。続いてあさって日曜日のお天気は曇り時々晴れの予報です。降水確率は20%。那覇の予想最高気温は28度。<laughs> 予想最低気温は23度となっています。もうね。 あのね、面白いね。なんかね、すいませんね。こんな目の前で天気予報を読んでね、今目の前にゲストさんがいらしてるんですよ。もうね、もうしばらくお待ちくださいね。今度はですね、交通情報をお届けしますので。<laughs> まずは、沖縄自動車道からです。沖縄自動車道ですね。えー、っと、沖縄自動車道は、うん、沖縄、 ハイバル北からの白空港道ですね。上下線ともに規制がかかっています。また、間か,から金にかけて下りで工事が行われているようですね。その影響で規制がかかっているようです。続いて一般道です。一般道は、あ、だいぶ、だいぶ渋滞混雑解消されていますね。 うん沖縄市方面も那覇方面もどこも目立った渋滞見られません皆さんスムーズに流れています今日も一日安全運転でお過ごしください <laughs> 以上お天気情報そして道路交通情報をお届けしました 時間はゲストさんをお迎えしました。えー、っと。もうすぐ。あさってですか。行われる小座お笑い劇場。あさってじゃない。来週。あ,あ、そうなの。間違っちゃった。来週行われます。あ、1一月26日ですね。申し訳ない。いやいや小座お笑い劇場から。えー、っと。わさびの。 グシケンさんと沖縄市民小劇場阿久比奈から島袋幸たくさんをお迎えしました、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて一人ずつ自己紹介していただいても<あ>いか僕からじゃあの、はい、僕はあの演芸集団 FEC というお笑い事務所でお笑い芸人やっております。はいうん わさびの具志堅です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いええー、私は沖縄市民小劇場アシビナーの島袋と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。<う>お二人、はい、F.M. 小座にいらっしゃるのは初めてですか。僕はそうですね、初め,<ー>初めて来ました。はい、F.M. 小座さんは。 僕も足びなとしては初めて。僕としては来たことがあるんですか。まあ以前ですね、昔ですね。何だろう。何か一物含めた言い方。すごいね。わさびさんは何か存在感がものすごいですね。存在感がものすごいですか。あのあの体格もさることながら、眼力がすごいですね。それはそのままお返ししましょうね。そのままお返ししましょうね。僕もすごいキャラクターだなと魅力的だなと思って。 二 <laughs> 人とも目が飛び出てる系ですね <laughs>。そうですね。す小座お笑い劇場。はい。あのよく耳にするんですけれども、はい。どういうあれなんですか？これはですね、はい、この僕ら事務所 FEC とですね、はい、アシビナーさんがダグを組んでですね、<あ>このはい、はい、小座の町って普段あ昔からこの芸能の街と言われてたんですけど、うん、ここじゃまた。 この現代でもねまた盛り上げようということで<っ>いろんなチャンプルーな<っ>ライブをしようということで、はい、お笑いだけじゃなくて、はいえー、ダンス、えー、歌手も来たりとか、はい、いろいろこのエンターテインメントライブを作ろうということで小沢ライ劇場が今や,や,やってますす<ー>というライブですね、うん、FEC さんとタッグを組むっていうのはどうしてなんですか、はい あしみなあさんがあしみなあさんがあしみなさんがえっとやっぱちょっと小座のお笑いをちょっと昔ちょっとねあのいろいろ芸能とかお笑いやられてたんですよお笑いポーポーとかですねでそのあのそれもちょっとあのお笑いを小座のお笑いに文化をあのちょっと復活させたいという形で素晴らしいで沖縄出身の方もいらっしゃるのでおばあさんご試さんもいるそうなんですかそれでちょっとなんか寝ぼけまなこんな感じそれは言わないでくださいよそれは言わないでくださいよ

ゲスト枠っていうのもあって沖縄市内で頑張っている団体さん今月はギャラクシーさんダンススタジオのギャラクシーさんとギャラクシーさん以前も大体てもらったんですよでまた今回2回目ということででちょっとカラーズのボイスチームも今回は出演って前白美沙さんはいはいはい 火曜日鈴カフェででしたもう出演すね毎月オープニングアクトで「カラーズさん」にも入っててもらってるんですよ。こ人気が始まる前にカラーズさんの歌だったりとかダンスとかで盛り上げてもらってそこからネタが入ってで沖縄市の愉快なるゲストさん来てもらってっていう形で毎月流れ的にはやってるんですい。で最後に僕らの最近からなんですけど「小気劇」。 ボケラン食堂というものを僕ら FEC の若手だけでやらせてもらってる劇があるんですけど、はい。はい それも結構好評ですよわさびさんはまさかの若手なんですか僕らもわさびさん全然若手ですよすみませんね全然すみませんね存在感は多分そうなんですよ沖縄市ってこの小座の大統領とかいうテルリンさんとかいろいろすごい有名な人昔からいますよねいらっしゃいますねそういうあれでなんか小座に笑いを復活っていうのはすごくいいですねはい ぜひ皆さんも本当に見に来てほしいですね。見に来ていただきたい。はい。小沢笑劇場はあの今月二十六日やるんですけども、えっと一周年なんですよ。実は。去年からアニバーサリーでね。アニバーサリーでもうね来ていただけたら。もう来ないと惜しいでてやってや来ないと。来ない書かれてるから読みたいけど何があるんですか。来ていただけな来ていただけたらもう僕はもう相当あの。 いろんな笑顔をプレゼントしますので、そのあごめんなさいね。もうちょっと他かのはないんです。もうちょっと。それも来てからですよ。来てからも来てから来ないとわからないですよ。そうなんですか。う一周年でじゃあ素晴らしい企画も満載なんですね。はい。もう満載です。へえ。このなんていうんですか。はい。小座。小座。シアタードーナツかける小座お笑い劇場コラボキャンペーンっていうのも書かれてるんですけど、これは何ですか。 えっとですシアタードーナツさんともあの、はい、コラボさせていただいてですね、うん、小沢お笑い劇場のチケットの半券をシアタドーアタドーナツさんに持っていただくと、うん、ドーナツが100円引きになってですねシアタードーナツの映画券をい、はいえー、小沢お笑い劇場に持っていただけると100円引きす,すごい ドーナツなんかも半額以下の値段になっちゃうじゃないですかでもシェドーナツさんに小座お笑い劇場の半券持っていく時は映画を見る方のみのドーナツが割引になりますねわかりました個ですねそうですね1個プレゼントわすごい盛りだくさんですね本当に小のでで作ってるんすね今からですよね今からもう 僕らももちろんやる気満ちあれてあ素晴らしいどんどん続けていこうってもうすごいですよすごいですよ今から知らない人いなくなるんじゃないですかね小沢わり一みんなもう芸能の街なんで音楽お笑いちょっとね共存しながらやっていきたいなと思ってますのでいろいろね書き込んで素晴らしいものにしていってくださいこの詳細を お願いできますか。はい。じゃあ私の方から。はい、えー。はい。こちら11月の26日土曜日、うん、来週土曜日ですね。はい、えー。沖縄市民小劇場アシビナーで、うん、開催いたします。はい、えー。時間は18時会場の18時半開演です。うんはい、で、前売り好評、えー、発売中で今1000円で、えー、発売中です。当日もですね1500円で、えー、入場券、えー、販売しておりますので、はい。であのこれ。 高校生以下はですね、その入場券が半額になりますので、ぜひとも親子でいらしていただければお願いします。素晴らしいですね。よろしくお願いします。この出演される方ははい、たくさん載っていますけれどはい、そうです。まあ毎月まあ決まったあのメンバーじゃないんですけども、あ、そうなんですね。そうですね。と今回はまあいろいろ十四組の芸人が出ますね。f e c からはい、f e c からはい。 の先輩から分かってからいろいろもマンチャマンチャでまだ決まってはないんですか？あもう決まってますよ。これもじゃ行った方がいいですかね。行って芸人行ったほうがいいですか？私分かる子関係で。あ本当ですか？えっとメガネロックオヤ。おおかる分かる分かる。カデケン。分からん分からん。サンサンユヤ。前田夏月。はい。KY デンジャラス。おお。ゴールドリード。おバンス。お。ミッチ。 大平スタイルノルウェースウェーデン粉パパ<お>で僕らわさび<お>きんぴらごぼうん。 え、パラナイ触らない。おお。森田さんですね。森田さんです。芸人だけで、これだけですから。パラナイサ触らないは知念慎吾さんですね。そうですね。私昔ね、あの竜神マブヤっていうのをやったんですよ。その時にね、F. E. C. さんね。はいはい。ちょっとお世話になったんです。あ、そうですね。何か。ね。懐かしい人たちが。 この、粉パパっていう人たちは、あれですよね、親子で。親子で、はい、そうですね。親子でやってまして、あの、娘さんがちっちゃい時から。やってるんですけど、今も高校生ですからね。今も仲良しなんですか。高校生になったとしても。お父さんと仲良し。仲良し、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 仲良し。沖縄市出身なんですね。そうなんですよ。かわいい。そうそうそう、笑い、以上。 ですので、あの FEC オフィスさんとアシビナーでチケット販売中ですので、是非ともよろしくお願いします。もういいんですか？もういいね。喋ってもいいんですかこれ？本当にぶつけ本番みたびっくりした。なんか MC がしきってくれるのかなと思った。おんって言います。 さっきも、あの天気予報の時ももうあの、爆笑した時びっくりしましたからね。<laughs> もうね、耐えきれないんですよ、ね。これお決まりなんかなって思いましたいやいや、ないんです。ないんですかあのー。 人がね怖いんですよだからちょっと隣にいると緊張しちゃってごめんなさいこの仕事から大丈夫ですか大丈夫なんです大丈夫なんですかもういいんですかもういいんですうもあの毎週来てもいいですか来てくださいすいませんちょっと忘れてました大事なものがあるじゃないですかはいそうですね今回の小座お笑い劇場 十一月二十六日のチケットですね、ペアで二組の方ですね、あのプレゼントいたしますので、ぜひよろしくお願いします。こちら応募方法なんかは。後から、あ、じゃ、あ後から言いますね、ありがとうございます。ぜひ楽しみにしています。じゃ、あ最後になりますけれども、意気込みと。もう一度。詳しい。お知らせを。詳しいお知らせも。よろしくお願いします。 コザワ大劇場、えー、今月11月26日、えー、1周年になります。はい、ぜひ、あのー、沖縄市関係なく、うるま市、那覇でも、家電ナチャ団長、全部、うん、県で盛り上げたいので、うん、ぜひ皆さん、足びらの方に足を運びください。よろしくお願いします。那覇をぶっ飛ばしましょう。もう、那覇 <laughs> ぶっ飛ばすかは分かんないですけど、小沢ことで盛り上げましょうという。 あのそう,、ね、そうですね。うん、ぜひ。ナハも大好きですよね。ナハも大好きです。もちろん <laughs> もちろんナハも大好きでございます <laughs> そ。それでは島袋さんからもお願いします。あ,あもう全部言われたんですけども。本 <laughs> はいあの、うん、足ビーナですね。他にもいろいろといっぱい、はい、あの模し物のやってますので。うん、はい。 でとりあえずお小沢お笑い劇場をまず盛り上げていきますのでよろしくお願いします、うんはい、よろしくお願いします、はい、皆さんぜひ来週11月26日土曜日小沢お笑い劇場お越しください、はい、この時間はマヨネーズマ、ま、マヨネーズ <laughs> <え>わさびびっくりしたあの島袋さんの名刺持ってわさびの名前 <laughs> <laughs> もう帰ってしまうかなと思ったら寂しくてさ嫌 <laughs> なんですよねそうなんですよではこの時間は、はいえー、沖縄市民小劇場足美奈のマネージャーさんですね島袋幸孝さんと FEC オフィスからわさびのルシケンさんを お招きしました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。また来てくださいね。あぜひいいおっさ近いんですよね。近いです。うんあのここねフラッと来た人がよく酔っ払いさんなんかも出演しますから。あそうなんですか。ぜひお気がけにいらしてください。すごいな。はい。すごいですよ。ということでありがとうございます。ありがとうございました。はい。 それではここで一曲お届けします。ディズニー映画魔法にかけられてから歌ってお仕事